各セキュリティサミットに出席するためアメリカを訪れている安倍総理大臣は日米韓3か国の首脳会談で核実験やミサイル発射で挑発を繰り返す北朝鮮に結束して対応することを確認しました中継です北朝鮮の核による挑発という共通の課題を前に日米と韓国の足並みが揃ってきています 三カ国が直面する地域情勢に鑑みれば安全保障分野において日米韓が協力を緊密にしていく必要があります日米韓首脳会談では三カ国が防衛協力を進めることを確認しましたまた南シナ海の軍事拠点化など中国についても話し合い認識を一致させたということです 3カ国での会談の後、日韓首脳会談も行われましたが出席者によると去年の慰安婦に関する合意の後、初めて直接会う安倍総理とパク大統領の雰囲気は見違えるほど良かったということです慰安婦の合意についてもお互いがしっかり合意を実行することも確認した上で日本大使館前の慰安婦像の撤去などデリケートな話題は避けました 韓国は北朝鮮の核開発に対抗するため日米と安全保障での協力を模索していて慰安婦合意と合わせて日韓関係が急速に改善しています北朝鮮の核の挑発に対して韓国を中国寄りから日米サイドに引き込もうという日米の思惑はひとまず成果を上げたといえそうです